どうも、銀次です。恐怖とは何かということをお伝えしようと思います。それだけを伝えようと思います。恐怖とは不確定な未来への漠然な不安です。なので、状況を正確に知る必要があります。また、正確に情報を取る必要もあります。その上で、論理的に判断し、最適な行動を取る必要もあります。そこにはいろいろなことがあると思いますが、行動がいかに論理的か、感情に流されていないか、恐怖に支配されていないか、自分の行動は論理から来ているのか、感情から来ているのか、しっかりと判断し、一人一人が行動をしていただければと思っております。私から言えるのはそれだけです。メイヤー、現地でした。